マズダ3は、マツダが製造、販売する C セグメントの乗用車である。2003年から日本国内でアクセラの名称で販売されていた車種の後継モデルで、あるが本モデルよりグローバルでのモデルネームであるマズダ3の名称を世界共通で用いることになった。このため本校では2019年発売モデルを、便宜上、日本国内初代と表現するが、 グローバル向けつまりアクセラからの通算としては4代目にあたることに留意。2018年11月28日に世界初公開、同年のロサンゼルスオートショー及び翌年の東京オートサロンでお披露目となり、2019年5月24日に日本国内で販売開始。アクセラのラインナップを踏襲しているが、それまでスポーツハッチバックとして販売されていたモデルは、 ファストバックと称されることとなった。CX-5 から始まった魂道デザインを進化させた松田の次世代商品群の第一弾として位置付けられており、松田自身が用いた引き算の美学というキーワードの下、エクステリアデザインはボディ側面に入れられることの多いキャラクターラインを極力排除し、面の変化で質感を表現している。 さらにファストバックとセダンではデザインの方向性が異なっておりファストバックは色気のある塊というデザインテーマに基づき曲面の抑揚だけで動物が持っている下半身の大きな塊を表現したものとなった一方でセダンは凛とした伸びやかさというデザインテーマに基づき前後フェンダーにキャラクターラインを入れるなど水平基調を強めたデザインとなっている 走行性能、乗り心地を向上させた、新世代車両構造技術、スカイアクティブ、ビヒクルアーキテクチャーを採用することが明らかになっているが、マイルドハイブリッド車は遅れて2019年12月5日に投入された。なお、M ハイブリッドは AT 車だけでなく、MT 車にも搭載される。セダンにおいては販売開始時点では、 スカイアクティブ G2.0 とスカイアクティブ D1.8 の2種類のみであった。なお、日本国外向けには2.5リットル直列4、気筒直噴 DOHC、ガソリンエンジン、スカイアクティブ G2.5 のモデルも用意される。トランスミッションは、全車とも6速オートマチックのスカイアクティブドライブが搭載され、ファストバックの1.5リットルガソリンの 2WD 車と2.0リットルガソリンの 2WD 車、2.0リットルマイルドハイブリッドには6足マニュアルの、スカイアクティブ MT も設定される。セダンは全グレード AT 車のみである。サスペンションは、フロントは先代に引き続きマクファーソンストラット式を採用するが、リアは自然な運転感覚を重視して、トーションビーム式を採用した。日本向けのグレード構成は、2.0リットルガソリンエンジン車、20S。 1.8リットルディーゼルターボ車、XD、1.5リットルガソリンエンジン車は、15S と 15S ツーリングの2グレード、2.0リットルマイルドハイブリッド車、X においては、プロアクティブ、プロアクティブツーリングセレクション、L パッケージの3グレードが基本となっており、ファストバック車のみ、赤レザーを採用した、専用の最上級グレード、バーガンディーセレクションが設定される。また、 前身の三代目アクセラから引き続き装着されるスカイアクティブ専用エンブレムがマズダ3では新デザインとなりガソリン車はスカイアクティブ G マイルドハイブリッド車はスカイアクティブ X ディーゼル車はスカイアクティブ D と表記される。なお初代三代目アクセラにおいて設定されていた教習車はマズダ2をベースとしたモデルに切り替えられ当モデルでは設定されていない。 全社 WLTC モードによる燃料消費率、排出ガスに対応しており、1.5リットルガソリンエンジン車は平成30年排出ガス基準75%低減レベル2.0リットルガソリンエンジン車は同50%低減レベル認定をそれぞれ取得している。ありがとうございます。